はい、新潟市の飲酒動画です。今回は、発泡酒、久々に、ね、こちら飲んでみたいと思います。キリンの淡麗の極上の生。アルコール度数 5.5%。原材料が麦芽とホップと大麦とコーンと糖類。麦芽使用率 25% 未満と書いてあります。まあこれはね、淡麗がね、淡麗生がね、劣化したんですよ、これに。昔の淡麗生好きだったんだけどな。まあ、以前飲んでボロクソ叩いたんですけど、まあ今現在の味はね、どうなってるかな、ということで。で、今日のつまみ、こちら。味付け卵。煮卵ですね。煮卵っていうんだっけ。醤油で漬けました。それ、カンピー。あー、やっぱあんま美味しくないね。うん。なんだろう、この甘さがすごい前面に出てんだよね。苦さとかじゃなくて、甘いんだよ。なんか。なぜか。なぜか甘さがあるんですよね。淡麗とは一体何という、何だったのかって。うん。一体淡麗とは何だったのかって感じね。もうなんか、ほのかに甘いんですよ、やっぱり。もうちょっとドライの方がいいんだけど。まあ、糖類入ってるから多分。多分甘いんだろうな、これな。糖類が入ってるからさ。まあ、ダメだね、これ。なんか爽快って感じじゃなくて、舌に残るんですよ、なんか甘さが。なんかね、甘さがね、舌に残るんですよ。うん。やっぱそこがダメなんだろうな。なんでこう、甘くなってんだろうな、俺な。煮卵うまいっすね。やっぱ淡麗の、昔あった、淡麗生の方がうまいっすね。明らかにね。極上とかって、勝手に名前変えてまずくなってんだもんな。ほんと許せねえよ。なんなのその、極上とか言って、ほとんどあれ詐欺じゃん。何が極上やねん。アホか。どこが極上なんだよ。言いたくなるよね。なん、やっぱこの甘さなんとかならんの？この甘さ。この変な甘さは。口にこの残る甘さは。明らかに昔のやつに比べると甘くなってんだよな。
キリンさん、その極上っていう意味が分かってないよね。あの、エビスとかもそうだけどさ、ちょっとラベル変えましたみたいな、いや味変わってないっすよって言って、どう考えても変わっているパターンのやつね。まあ、まだこれはあの名前変えたからいいっすよ。牧場生って変えたからいいけど、エビスなんてあれ、パッケージ変わりましたって、見た目変わりましたって書いてあって、それだけだぜ。いや中身変えてませんみたいな。はぁ、中身変えてません、どう考えても味違うだろ。どこをどう見てもさ、味変わってんじゃん。あの隠す姿勢な、あの隠そうとする魂胆よ。あれが理解できないんだよね。本当に甘い。これ甘い。甘い。なんだこの変な甘さは。これはあれだな、ダメだね。はい、3322です。ご視聴ありがとうございました。